はい、今回の動画では視聴者の方からのご質問を受けてスマッシュについいいて動画をお届けしたいと思いますまず前回までの動画でオーソドックスなロブについての基本的に押さえるべきポイントについては解説させていただきました今回の動画からは特に高いロブや低いロブなどさまざまなバリエーションに対応するようなスマッシュについて解説をしたいと思います まず今回の動画では特に弾度の高いボール落ちてくるまで時間があるボールに対してタイミングの合わせ方リズムの取り方について解説をしたいと思います高いロブを打つケースは特にその多くが待ちきれないケース待ちきれずに急いで打ちに行ってしまいラケットの先っぽやあるいはフレームショットあるいは空振りなどをしてしまうケースが多くあります でですので大事なポイントは待つことそしてもう一つはリズムを合わせることですこのリズムの合わせ方というのは自分の構えを作った時に打ちにいくタイミングを小刻みに自分の中で作ってあげるようにしましょう。例えば 私が知っているある選手はスマッシュのボールを回すと時に少し右ひじを何回か引くような動作このような動作をしてタイミング合わせこのどのタイミングでも打ちににけるようにこのリズムを取るようにしてみまししたこのようにしてボールが上がった時に自分の中でリズムを作りそしてどのリズムでも打ちにいけるようにしておいて自分の前が来たらこのリズムで打ちにいく。 といった形でリズムを取るのが良いと思いますもちろん前提としてボールが来た時に打点にしっかり入れていることは最低限の条件です打点に入った上で肘や膝でリズムを取るのがいいと思います 肘や膝でリズムを取りそしてボールが自分の前に入ったタイミングで振り出しに行く、はい、このようにこのリズムを取っているどのタイミングでも打ちにいけるように小刻みに自分でタイミングを取っておきそして自分の前に入ってきたタイミングで振り出すこのような形で高いロブのスマッシュには対応するのが良いと思います。 次回の動画ではでは今度は低いロブへの対応低いロブに対してスマッシュをどのように対応するか例えば中ロブ気味やハイボレーと迷うような高さのロブについてどのように対応していくかという点について解説をしていきたいと思います。 今回の動画は以上になります。ありがとうございました。